新型コロナウイルスの感染拡大への懸念からニューヨークダウが2日連続の大幅安となりましたこれを受け日経平均株価も続落しています25日のニューヨークダウは前の日に比べて879ドル安の27,081ドルでした下げ幅は過去4番目の大きさで24日と合わせて1900ドル以上の下落となりました こうした流れからきょうの東京株式市場では幅広い銘柄に売りが出ています。